君は知っているか、かつて地上には強力な力を持つ3つの種族トライブがいたことを。そして彼らが繁栄の後にこの世から絶滅してしまったことを。数々の謎を残し滅び去ったトライブの力が長い時を経て今蘇る。流星のロックマン2、ベルセルク忍び、ベルセルクダイナソー。 FM 星人の侵略から2ヶ月後、スバルはルナ、ゴンタ、キザマロらと共に TK シティに向かっていた。 TK シティは最新の技術が集結した街。そこでは新型電波端末スターキャリアからデータを物質化することができる最新の技術マテリアルウェーブが実用化されていた。 TK シティで映画を楽しむスバルたちの前に突如現れる謎の男。電波ウイルスと共に現れた男はいきなり人々を襲い始める。そして新たな物語が始まる。かつて繁栄しながらも滅びてしまった三種のトライブ。しかしロックマンは古の遺産オーパーツに秘められた強力な力によって種の力を再生することができる。それが新変身システムトライブオン。電気属性を持つサンダーベルセルク。トライブオンベルセルク。稲妻を帯びた体験が最大の武器。その破壊力は計り知れない。火属性を持つグリーン忍び。ドライブオン忍び。風とともに颯爽と現れ超スピードで敵を翻弄。手に持った巨大手裏剣で敵に立ち向かう。風魔疾風陣。炎属性を持つファイヤーダイナソー。ドライブオンダイナソー。火柱の中から現れ熱い拳で敵を粉砕しろ。ジェノサイドブレイザー。さらにトライブオン同士が融合するダブルトライブ。サンダーベルセルクとグリーン忍びが融合。ベルセルク忍び。ファイヤーダイナソーとサンダーベルセルクが融合。ダイナソーベルセルク。グリーン忍びとファイヤーダイナソーが融合。忍びダイナソー。ダブルトライブした両方の能力を使うことができる。トライブが秘めた壮絶なパワーとは。ブラザーバンドシステムは友達プレイヤーやゲーム内のキャラクターとブラザー契約を結び、お互いの能力をアップさせることができるシステム。今回から新たにブラザー同士の絆の強さを数値化した絆力が誕生。絆力を増やしてアビリティウェーブを装備すればロックマンをどんどん強くできるぞ。ブラザーが多ければ多いほどロックマンはパワーアップ。流星のロックマン2ではそれぞれどちらかを選んでプレイする。選ばなかった方のバージョンはオートブラザーとして自分のブラザーにすることができる。バージョンの違う友達とブラザーになることで3種族を融合。究極変身トライブキング。トライブキング。その脅威の攻撃は君の目で確かめろ。次々とロックマンに襲いかかる魔の手。彼らの正体は一体。ロックマンの前に現れる孤高の戦士ブライ。常に一人で生きてきた謎の戦士。彼の目的は。トライブの力を解き放て。流星のロックマン2、ベルセルク忍び、ベルセルクダイナソー。トライブの力が今ここに蘇る。先着得点決定。ロックマンをパワーアップできるトライブアタックカードがついてくる。スターキャリアでロックマンをパワーアップ。タッチコマンドシステムで DS と連動。